有名なスポットがあるんですけれども、多くの方は、桃を思い浮かべる、ことが多いのではないでしょうか。福島市、桃の栽培がとても盛んで、水がたくさん楽しめます。ただ実は、福島市、桃だけが盛んなわけではなくて、果物を、多くの種類作っております。初夏の時期からさくらんぼ、桃、ぶどう、梨、りんごと、季節ごとに楽しめまして、今の時期はりんご狩りが楽しめますので、ぜひ福島に遊びに来ていただければと思います。と、福島県内、たくさん温泉地があるんですけれども、福島市に温泉地いくつあるかご存知の方いらっしゃいますでしょうか。なかなかすぐ答えは出ないと思うんですけど、福島市には実は3つの温泉地があります。飯坂温泉、土湯温泉、高湯温泉という温泉地になります。なかなかこう福島市だけでというか、市の、市だけで3つあるっていうのは、の方にバトンタッチしたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。中野の皆さん、こんにちは。毎年呼んでいただきました、ありがとうございます。福島わらじ祭り実行委員会です。今回も元気に演舞させていただきます。ちなみにわらじ祭りなんですけれども、毎年2月の寒い時期に、羽黒神社に、暁参りですよね、はい、暁参りということをしまして、それが400年続いているすごい伝統的なものなんですけれども、それを踏襲したのが夏に催される福島わらじ祭りということになっております。で、皆さん、朝ドラエールって見たことありますでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。あの感動ひとしおの、ところで、主人公が小関裕二さんという方なんですけれども、その方は福島市の出身の偉大な作曲家なんですね。で、その方の、作曲をしていただいたものをしっかりと取り入れて、で、しかもあまちゃん、あまちゃんもご存知ですよね、はい、で、その曲を手掛けた大友義秀さんが今から3年前に編曲をしていただいて一新しました。それが今回披露させていただく新福島わらじ祭りということになるんですけれども、今回金わらじ、これ大体3メーターくらいなんですね。でも
本祭りの時はこれの4倍12メーター日本一の大わらじをわっしょいわっしょいと担ぎながら、またちょっと太鼓隊もちょっと今日は人数の制限上、あ、すいません落ちないように、はい、で、もう雄壮なお祭りになっております。お祭りの大事なことは皆さんも楽しい、私たちも楽しい、一丸となって楽しめるのが大事だと思っておりますので、これから演舞しますが、その中でバッショイと大きな声を奏でるところがあるんですが、ぜひ一緒に行っていただければと思います。それでは行きますか、皆さんよろしくお願いします。バッショイ
ありがとうございました。毎年8月の来週の金曜土曜と本祭りありますので、ぜひお越しください。よろしくお願いします。福島わらじ祭りでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。福島わらじ祭りの皆さんです。これ実際の高さって、今日持ってきたのはちょっと小さくしてありますよ。そう、これは金わらじで3メーターくらいなんですけど、実際は12メーター、で先ほどちょっと見させていただいたら、説明文の中に英語で書いたのがあったんですけど、外国に持って行かれてるんですか？あ、一度イタリアとか、イタリア、台湾とかにも、はい、行ってます。あ、素晴らしいですね。ありがとうございます。はい、楽しいものを見させていただきました。どうぞもう一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。よろしくお願いします。実際は12メーターもある。